でもほんまにリアルにマジなんなんやろな、あの部屋をうまくやろうと思えば。むずいよな。俺別にさコンセプトとかないしさ、はいはい、そんな。まあでもね、広川さん良かったですね。とりあえずタラババの内見とかがこっちのチャンネルでできて。ああそうですね、ほんまに良かったですわ。え、何がサブチャンネルができたから。あ、いや今日 の素材はサブチャンネルに回してもらう。なんでなんで。関係ないやん。どういうことなんですか。五反田ガレージにあのバー。関係 DIY 何回も言いましたよね。でも DIY やらん可能性もあるからな。あ、それでこのままにしようみたいな言ってたんですか。うん、やらんとこみたいな、うん、向こうでやるから。俺ちょっと歯切れ悪かったね。確かにちょっとね、うん、コンセプトを聞いてもなんか薄かったし、うん、みたいな。確かに、うん、なんか近々打ち合わせできたらみたいなの。あ、ちょっと待ってください。はい、どうぞ。電話かかってきました。Here Here。 どうも、右行ってすぐ車沿いに行ったら文化放送出て左ですよ、多分。すいません。よいしょ。はいよ。ありがとう。あ、もう、あ、待って。また早いやつね。ヒー。うん。見て。あ、来た。森東のスイングとバリカーブルゾン。VKB。懐かしい。先輩のギャグ懐かしがる。え、何マイクさん。あの、まあ、DIY が大変好評で。はいはい。大変好評って何。本当。地元の連れとかももうライン来るぐらい、壁かっこよくなったなとか。地元の連れから来たん、ライン。地元の連れから、壁ええなみたいな。あと YouTube もね、部屋で撮ってるけど、最近その壁が変わることにより、なんか絵力が生まれたという。露出してたから今の自分がいるのかな。いい洗顔剤を使うとやっぱりどうしてもお肌って結局返事してくれるというか、余った分は首。白壁よりは現場感が出るというかね。それがすごく嬉しいけど、棚がね、1個少なかったなっていう。俺言ったやん、だから一段でええんかって。あの時に確か分からへんや、そんな。あの時はもう一段欲しいなということを相談したんですよ。けど棚つけるだけやから、取れなかったないよ、棚つけるだけ。そう、はい、それは俺らも、危惧してます。生まれんよ、何かが。何も生まれないっすよ。多分あの前みたいな感動も俺多分ないし。それはリアクションせえ。生まれたケツあるんじゃなかったっけ。ケツある。なあ、うん、6時半には出たいっすね。テレビ。テレビです。へ、そしたらな。すごいね。え、もうめんへな。早いわ。早いですね。よう見てるよ、森田。いやでももうね、やっぱあの屋敷がね、あの売れたから。まあそう、なんかでも引くぐらい売れてるよね。なんか引いてるもん、やっぱ。でもニューヨークの売れ方は。え、売れすぎじゃない。いいやん別に。いや、いいのよ、いいのよ、いいことやねんけど。何が すごすぎ。いやいや、もうあんただって今年入ってワイプ何回出てんねん。そんな俺と屋敷がテレビで。いやマジジムは出てんねん。ワイプ10、お前と屋敷とその他の方々のおかげで。そうでしょ。その特に7割お前やけど。マイクさんだってね、マネージャーさんね、よう局から電話かかってくるって言うよ。そうあのバイクさんの宣材写真使いたいんですけど。連絡がよく来て、それがちゃんと俺のスケジュールの Google カレンダーにもあの同期されるから。だから俺、あ、この日ワイプで出るんかみたいな。アメトークワイプがでかいなとか。アメトークのワイプ入った。うん、アメトークのワイプ入った。あ、デラックスもあでかいな。いいっすね。アメトークのワイプバラシあったわとかもある。だからほんまに先週ぐらいかな、ドッキリの番組の森田さんワイプってなってて、なんかドッキリの番組出たやろ。ドッキリグランプリかな。
なんか喫茶店で女の子が森田のこと好きって噂するっていうドッキリあったやん。 あれのワイプ出演バイクさん森田さんが、ニューヨークの屋敷とバイクさんと仲がいいですとのコメントを残してるそうなので、そこでワイプで使う詳細な俺のカレンダーに載ってて、もう俺待機を家の前でこうやって俺出るぞ出るぞって思ってたら、なんかカットされてた、その部分ね、出えへんのかいと思って、なんやねんと思って。確か俺がね言ったのよ、合コンしましょうみたいな女の子に。はいはいはい、はい、で確かバラシの時にスタッフさんに聞かれたんかな、合コンしてんすかみたいな、うん、はいっつって、ニューヨークの屋敷と BKB とっつってやってるんですって。多分俺がネタバラシの時にってこと。そうそうそう、多分ね、お蔵入りやん。ワイプお蔵入りしてる。最悪っすね。最悪や。せっかくのチャンス。新しい形で売れるんじゃん。宣材写真芸人。宣材だから水曜日とかでやれへんかな。今年1年宣材で一番出た人誰みたいな。なんかやりそうな感じあるけど。ライブ上行くと思うねんけどそれ。だから俺がやっぱアメトーク、ロンハー、ダウンタウンデラックス、ゴッドタウン、憧れの番組ワイプでは全部出てるから、ね。俺と多いって言われてんのが、うん、ジョイマンさんとか、あネゴシックさんとかが多いって言われてんのか。ネゴさん多いよね。まあ、ケンコバさんがなんか絶対言うイメージ。コバさんもそうやし、山里さんもそうやし、あそう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 ね、川島さんもそうじゃない。まあ、それの俺が今森田と屋敷とかになってきてる。森田、屋敷、和牛の水田、この三本柱が今俺を出す。いや、いいっすよね。ありがとうな。いや、ほんまちょっとそれ調べてほしいな。1年間でちょっとワイプ出た人。こないだも、花子の菊田が、うん、俺同じ場所やねんか。ああ、そうね。いや、もう引っ越したよ。あ、もう引っ越す直前、うん、引っ越す直前の家ロケみたいなのに、なんか今田耕司さんが俺のマンション来てってだから、うんうん、おー、ロケに今田耕司さんが俺のマンション住んでてんて。そうなんや。ごっつええ感じ時代出世マンションや。そう、うん、でそういう番組で「え、今花子の菊田住んでんのかいな」みたいなロケ来て、でちゃんと花子の部屋も映ってて、で俺の部屋と、まあ、俺比べるわけよ、うん、あちょっと似てんな確かにみたいな、うんまあ、ちょっと俺の部屋よりここ広そうやなとか、うん、でだからここ出世マンションやから、それこそでこっから俺もここ巣立ってるから、ここ住んでる人やっぱいいなって、うん、で菊田が「あれ BKB さんも住んでます」って。まあ全員が全員あれか。いやワイプでもやっぱ出てたねにはなりえるからな。まあそうっすね、うん、いいやん、なんか新しい売れ方じゃん。ワイプやったらもうワイプじゃない、だからワイプ以外はもう断ってった方がいいっすよ。わけわからん。わけわからんすぎるやろ。ワイプじゃないってことですか。急にイライラしだして打ち合わせで。ワイプじゃない。いやワイプ出演に打ち合わせあったことない。でもたまにエゴサーチした時に、BKB っていろんな芸人が名前出すから知ってるけど、動いてる BKB 見たい。動いてるとこ見てみたいみたいな。めっちゃ動くのにな。あんな動くのにね。一番動くよね。動きながら出てくんの。お手を拝借とかやって見せたいよね。いいよね、新しい形よね。じゃあとりあえずこれをやって、まあでもちょっと終わるもんな。あまりつけ棚だけやからな、うん、っていうかバイクさん別に棚作るぐらいだったら五反田ガレージに頼まんでもいいでしょ。そういうことだって五反田ガレージに俺お願いしてんから。まあ三吉にやらしときゃいいじゃないですか。三吉に頼むんですそこまで DIY やってるって言ってた。やってるらしいけど、そこまで関係性ないよ。さすがにお前よりは上手いかもな。でもああそうでしょ。でなんか YouTube とかやってるとか言うから。でもあいつその YouTube 閻魔三吉の名前でやってないらしいですよ。あそうなの。確かにあんま見たことないな。そうそうそう、俺も一回調べた DIY やってるっていうか、でも出てけへんかったから。お前名前変えてんの。名前変えてんすよ。何を一丁前にみたいなさ。腕前はいいらしいけどね。そうなの。閻魔三吉でええやん。回らんやろ。これが閻魔に頼んだ。分からんけど。
あ、でも俺と森田が奇跡的に生放送で隣の席に座った時、まあね、正面ちびるぐらい滑った時あったもんね、うん、高野菜でね、オールスター高野菜な、うん、しかも藤井健太郎が呼んでくれたのに、藤井健太郎さんがわざわざ俺ら隣の席にしてくれてな、仲いいからっつって、なんか化学反応生まれるやろっつって全然生まれんがこのままドスベリしたまま CM 行ったもん懐かしいわ、懐かしい、懐かしいっすね、屋敷が、うん、あのテレビであの動画撮ってて、うん、たまにしんどいことあったらあれ見て癒されるらしいこいつらよりはマシやっていう、こんなんもさ、根の根のさ、元をたどればさ、お前たちとの関係性やな、だから、ね、じゃあ藤井健太郎さんとかとつなげてくれたのはお前らやから、うん、そうね、お前や、俺らに生かされてるやん、まあお互いなもうぼちぼちほんまにおごってくださいね、おごってんねんけどそこだけは俺ちゃんと振りかざすからな、やっぱ別にただただ世話になってるだけじゃないから、からちゃんとぼちぼち割り勘やめましょうね、本当に まだすんのその話前ちゃんとしたやん、ここだけ嫌やねんな、いやいや、こっちのセリフよ、ここだけ嫌やねんここだけ嘘つくねんな、いやここだけ嘘つくねんな、大迎えしでいけるそっち、全部俺払ってんの、全部俺払ってんのだから大迎えさすなっていつ生まれたんこのノリ最初は普通にお越しさまでしたって言ってくれてたよなんでいつからこんなことになったんや、一番最初はバイクさん MC のライブに出てるから俺、あ、そうやったっけ、あれっすや、なんか第1回コント、あーなんかあったかもしれんな、コントだけの期待感みたいなやつをダダハウスでやってたんですよ、うん、セルライトスパさんとか出てて、セルスパ大阪時代やね、そうです、でその後俺飯行ってんすよバイクさんとライブ終わりで、あ、それはでも俺がおごってるわ多分、そんなだけだって俺そのそれだって賞金出たもん、その優勝したんか、優勝したの俺らで、おぼろげに賞金で奢ってもらった記憶はあるかも、なんか、うん、あのな、三つ尾みたいなのりおや、のりおっていう居酒屋あったじゃないですか、大阪に、うん、あったあった、280円ぐらい安い居酒屋、そこ行ったの覚えてるもん、確かのりおやったと思うな、記憶力、実はその俺も連れて行ってもらってる、行ってるよな、ひろちゃん、俺ね、実はね、こうあんまり行きたくない、出演者で出てるんですよ、俺、えその大会、そうそう、俺コントやってるエントリーしてた、エントリーしてた、マジ、はい、何人だったんですか、いやいや違うよ、違うけど自分で書いたやつやりたいって言って、ヒロちゃんは一時、はい、作家やってたけど、はい、芸人になろうかなっていう時期があったのよ、作家やってから、そう、なんかやっぱ結局自分の書いたコントをやりたいみたいな、はいはいはい、受けたそれ2票だけ入りました入ったね、恥ずかしい、いや恥ずかしい、ほんまに恥ずかしい、なんで俺も言い出したんやろ芸人になるって恥ずかしいやろ、恥ずかしい、俺らやっぱあるあるやからこれ芸人ってバイト先で言わんとかさ、ああ俺だって構成作家って言ったことあるもんバイト先で、あなんかそれみんな言うな、芸人っていうのは恥ずいけど、まあ作家ぐらいならっていう、テレビ一発も出てへん時の芸人っていうめっちゃ恥ずいよな、確かにな、あ、え、なんなんこいつおもろいと思ってんねんやとかとか自分のことみたいなっていう気持ちなんや、そうそう、バイクさん今でも言えないですもんね、あんまり腕まくって言うわ、イケミっすよ、相席居酒屋で美容師って言うじゃないですか、それはお前も古着屋の店員って言うじゃないか、何やねん、で屋敷がアプリを作った人みたいなアプリ会社の社長みたいな、変な3人の集まりでノリが始まってねみたいな、結構軽快に喋るからさ芸人3人も、おりゃ女の子も芸人みたいとか言ってくる、そうそうなんか芸人みたいじゃないとか、いやいや芸人より俺らの方がおもろいからな痛いやつ痛いやつのキャラでいくっていう、全員それ言うな芸人なんかおもんないやろその中でお前が BKM って知ってるよいしょよいしょ、でもいいよね、やっぱり、ほらさ、これもうさ、めっちゃ広がったやん、むちゃくちゃいいよ、ほんまにむちゃくちゃいい、やっぱあとはここやな、ここ言ってくるな、なんか腹立つわなんか腹立てへん、これ綺麗に収まってるやんか、よう、こんなすごいな、これ乾きにくいっしょ
いや、お前んちもこんなんや。俺んちもうちょっとなんか、いや、お前んち服と服の距離こんな時あるやん。あるわ。ここと同じやつを、ここに、こう、うん、ここにも置いていきたいから、うん、1536どの通り1536、はい、大丈夫、うん、これがいらんと思う。いや、これはだから前も言ったよ、これ作業やから、そこで資料がめっちゃあるから、こうやってこう見たって前もそれ見たよ、その C。 前の使え。前のやつ。これ楽しいやつ。あ、これなんかおもろそうやな。こういうバズルゲームおもろそう。ペンギンパンパンパンってやってるやつ。これ楽しい。そんなんもさ、だからほんまこう行きたい。おしゃれやな。おしゃれ。あー、だからこういうことか。そうそうそう。ほんまな。あ、それもいいかもね。あー。なんか、ボードゲームバー。ボードゲームバーみたいなのな。ボードゲームバー。BGB。BGB になってる。こんな感じやったな、高野菜の時も。こんな感じで全て CM 言ってた。この後に、ありがとうございましたって言ってた。それいらんやろ、だから。どれ？その、版画。いや、これお前、最高の思い出やんけど。その、こっちなんの？あ、これも屋敷の版画？これは違う。これは、絵上手い人に描いてくれたやつ。あ、すごい、すごい上手くない？なんか。上手い。確かに。すごい、ポスターにしたい、これ。バイクなんか乗ってないのに。まあ、乗ってるっちゃ乗ってる。あれどうしてんのバイク。あ、置いてんの。さっき通ってきたよ。え、嘘、なんでそれ見してくれへんの。は、まあ、別にええかな。五反田ガレージやから。バイクとか紹介するやつ。あ、そうなんや。じゃあ帰り道で一回見せる。クッキーさんのあれでしょ。あ、そう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 、うん、俺のバイク、野生爆弾のクッキーさんから譲り受けたクソかっこいいやつ。あ、いいね。じゃじゃーん。こんな色なんや。どうも、ありがとうございました。はい、してどんどん時間なくなってくるわ。1年ぶりやから全然乗ってない。1年ぐらいかな。ちょうだいよ、じゃあ。いや、なんでやねん。なんでやねん。なんで、なんでやねん、なんでやねん。おい、ええやん。これ何？ CB CB250。うわ、かっこええな。かっこええな。これちょっとサムネ用に撮っといたら。マイクさん、またがって。いい。ありがとうございます。OK です。いいね、バイク。まあね、125cc ぐらいのちょいスクーター買おうかなと思ってね。じゃああれ売ってよ、俺に。なんか死んでほしくないからさ。死んでほしくてないってな。あれやっぱ途中で止まったりとかめっちゃすんでる。ああ、そういうことね。めっちゃ乗りこなすのもむずいで。いや、大丈夫やって。そもそもだって免許もないし。なんであげなあかんねん。なんか今日時間がゆっくり進んでんな。バイクが近づくしてもう2時間も経ってる。何が進んだ。おい。今からやもんな。今からやぞ、マジで。もしここでお前のチャンネル見てさ、うん、1本目前半がこの部位終わってよもんな。俺は驚愕よ。詐欺よ。上にこうしてここに合わせるから。なんで俺が持ってる。なんで俺が持たないんだ。おい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 、マジで。